クションができるリアクションマスターバナナマン日村、一切リアクションを取らないミスターポーカーフェイスバカリズム、この2人が夢の対決、ノーリアクション柔道マジドロップキック。ノーリアクション柔道、今回の競技はドロップキック。よしじゃあいきますよ。あ、もうやるの？その薬ね。はい、ちょっと僕打点が低いってことで、はい、ちょっと打点高い方呼んでますんで。え、めっちゃ怖い。怖いな。え、怖い怖い。ノーリアクション柔道マジドロップキック、先行バカリズム、始め。やめやめすげえ。さあ、それではスローで、はい、これは怖いね、これは怖いね、もうすごいっすね、すごいわ、すごい衝撃。あーもうあー笑ってますね笑っちゃってますね。笑っちゃってます。あ、ここからちょっと入れましたね。このリアクション入れたけど笑ってましたね。入れたな。入れましたね。入れたな。先行これ有利なとこもあるし不利なとこもあるって感じですかね。わからないっていうね。割とまあ取っちゃいますかこれは。そうですね、取っちゃいますね。実際やっぱ衝撃が強いから、蹴られた後客観入っちゃってた感じですか。そうですね。さあ、それでは続いて高校日村前へ。よし、どうですか、ちょっと怖いですか。完全に今殺しました。あ、殺しますね、はい、じゃあもういいですか。それではいきましょう。ノーリアクション柔道マジドロップキック、始め。すごい、やばい、やばい。お、あ、でもちゃんとしっかり聞いた。あ、これか、うん、飛びますね、やっぱり本当に殻が見事ですね。お、大変じゃないですか、大変じゃないですか。ここで決まった、すごい。あ、結構そ、ね、これはドロップキック食らった人のリアクションじゃないでしょう。回転の中でちゃんと抑えてきてます、ね、そうですね、客観もないですね、ないですね、そうですね、トロンとしてすごいんだよこれ。それではノリアクション柔道マジドロップキック、勝者結構殺しましたね、うん、あ、殺しましたね。ちょっとでも客観入っちゃうとこういうのって終わりだというのは、うん、そうですね、ギリギリでした、僕も、なるほど、はい、B ギリギリでした。 B 級、 B 級ギリギリって言ったんですか。違います、ギリギリっていうのがビリビリって言いそうになってます。オリアクション柔道マジフットスタンプ。ノリアクション柔道、今回の競技はマジフットスタンプ。よし、フットスタンプダメだよ。フットスタンプ、何でしたっけ、フットスタンプ。いや、もうただドーンって乗っかってくるやつじゃん。え、さあ、それではサイさんお願いします。やるやる。え、めっちゃ怖い。怖いな。フットスタンプは得意技ですか。あー怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、得意、はい、めっちゃ怖い。さあ、それでは先行バカリズム、始め。すげえな、ヒデ。
俺あんなのやんなきゃダメ。いや思ってたより強い。俺無理だよ。俺は無理だよ。俺普通の おじさんなんだから。いや俺もですよ。すごいらしい。うわマジか。ゲッてその瞬間思いっきり近い。マジか怖え。いやめっちゃ怖いですよこんなの。まだ力入れなくて大丈夫ですよ。怖いな。リアクションバリバリ取ってますよ。あそうですよね、ええ、そうかそうかノーリアクションか。もう涙が。あー怖い。ノーリアクション柔道高校マジフットスタンプ日村始め。くるー。おっ大丈夫大丈夫。くるー。おっ大丈夫大丈夫。くるー。おっ大丈夫大丈夫。大丈夫です。やめろやめろ。あでも意外とでも意外と来られましたね。来られましたね。あーあー本当に痛いやつだ。うわーこれ顔がもうこれダメだよ。泣いてるもん。もう泣いてるもん。やばいやばいやばい。ああでもまだまだ気もしないで。すごい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 。危ない危ない。でもほら危ないよ。紫色にはなってますけども。危ないよこれ。マジフットスタンプ判定ドロー。ドロー。当初に比べてちょっとリアクションしすぎじゃないか。やっぱエスカレートしてきてる気がする。そうそうそう。ノーリアクション柔道セクシー&バイオレンス。ノーリアクション柔道今回の競技はセクシー&バイオレンス。よし、はい、はい、では行きたいと思います。じゃあ準備入ります。なんだろうセクシー&バイオレンス。めっちゃ怖い。ノーリアクション柔道先行バカリズムセクシー&バイオレンス始め。それを見ますね。何これキスされてんじゃん。セクシー&バイオレンスだ。セクシー&バイオレンスだ。何が起こるか分かんない。分かんないですよ、ね、怖いよね。そんな取れてんの大体。今口にキスしてノーリアクションですね。さすがですね。ちょっと下顎を歪んでましたけど殴られたと、うん、でもキスにも動じませんでしたしね。いやいや相当びっくりしましたよ。口に僕どっちかというとビンタよりキスの方がリアクションしそうになりました。おお。ちょっとすげえドキドキしてきました。これは知ってるからもう。そっか知ってるのと知らないのだと、うん、すげえ美人だし、うん、すごい美人な方。キスシーンじゃん。もうリアクション入ってますよ。ちょっとリアクション入っちゃってますよ。ちょっと試合が始められませんので。すいません、はい、リセットリセットしてください。ゼロにしてください。それではノーリアクション柔道高校日村セクシー&バイオレンス始めます。
ほっぺた。やばい、やばい。あれちょっと待って、おかしいな。ちょっとおかしいな。それでもノーリアクションでいなきゃいけないってことですよね。ちょっと心配。ちょっとおかしいな。扱いが違うって。コーギー。コーギー。俺さっき口できてませんでした、ひでも。あ、チャレンジします。VTR。ちょっとチャレンジしてもらっていいですか。ちょっとチャレンジありました。すみません、チャレンジです。おかしいんだけど。じゃあスローを見てください。お。完全にリアクションすごい。もう口ちょっと言ってる。これはダメですよ。これリアクションですよ。これ完全に。でもほら全然。完全に。表情は変えてないから。えって今ちょっと目が動きましたけど。これは一瞬目が。ムカついてるもん。ムカついてるもん。え、みたいな。いや。これおかしいでしょ、だってだって。チャレンジ失敗です。いやチャレンジ失敗ってどういうことよ。さっきヒデの時は口に来てビンタじゃん。まあでもセクシーっていうだけですからね。ズリーよ、同じお金払ってるんだよ。お店じゃない。お金払ってないけど、ね、サービスじゃないです。おかしいよ。それではノーリアクション柔道セクシー&バイオです。勝者はあれヒデ。あれリアクションしてましたか。俺ちょっとしてました。ムカついちゃった。口に来ると思ってたわけですか。いやマジでマジ、それをノーリアクションするっていう想定でやってるから、うん、もうちょっと顔もいっちゃうのもらえる。ノーリアクション柔道セクシー&ニンニク鼻チューブ。続いての競技はセクシー&ニンニクチューブ。えセクシー&ニンニクチューブ、やったー。先行バカリズムスタンバイ。うわセクシーなニンニクチューブだ。さっきの人だ。なんと今回、ニンニク鼻チューブ息を入れてくれるのは、彼女が入れてくれます。うわ、ね、見ていいですよ彼女ちょっと。なんかもちもちしちゃいます。見てください、さっきあの唇が重なったんです。あの唇がよかったですね。セクシーニンニク鼻チューブ先行バカリズム始め。バカすぎる。やべえよこれ。やばいやばいやばい。やべえよ。これやばすぎる。バカすぎるよもう。ちゃんとニンニクの匂いするんですね。がっつり。セクシーでしょ。セクシー、すげえセクシーや。なんだよこれ。あ、ちょっと入っちゃった。これ客観入っちゃったんですかね。客観ですねこれ。客観しましたねこれ。これってあ結構入ってたな。入っちゃいましたね。若干入ってんだよ、そう結局さあの彼女に入れてもらうわけですから。そうですね。あもうそうです、ね、なんかそんな嫌じゃないです。プラスしかないよね、今回だから、ノーリアクション柔道高校日村セクシーニンニク鼻チューブ始め。結構来るんですよ。ちゃんと来るんですよニンニクの匂い。もうダメでしょ。もうダメでしょ。もうしてますよリアクション。見てください一生懸命。ね、一生懸命入れてるのがこうまた可愛いですよね。どうぞ。もうリアクションめっちゃ取ってます。やばっやばっ。取りすぎですよ。こんななんか思いっきりやってた。でもね一生懸命入れてくれたわけですよ。すごいもう最初からもう来てます。1日目から入れてもダメですね。もうすごいんだもんだってこれ。よく火で耐えたな。普通にリアクションしてました。してました。無理だよ。すごいんだよこれ。あ、なんだこれ。
それではセクシーニンニク鼻チューブ勝者はバカリズム。よし、ちょっとセクシー&弱いね。俺の時力がすごかったんですけど。いや、同じです。あれ同じなんですか。はい、あ、じゃあもう全然耐えられない、うん、俺あの子には耐えられないノーリアクション柔道ハグ&バイオレンス。ノーリアクション柔道、今回の競技はハグ&バイオレンス。先行バカリズム。よし、あの子来るね、はい、それでは、はい、スタンバイあの子だ。あの子ってもうオフィシャルの言い方なんですね。ノーリアクション柔道ハグ&バイオレンス、先行バカリズム、始め。ってなんだよ、すねけるって痛い痛いそれ。でもハグ嬉しい。そうですね。結構なハグですね。あ、いいね。入ったね、入ったね。一旦逆入ります。やっぱり一旦入ります。なんだこれ、思った以上に長かったから、ね、顔ビンタと思ってね。顔映ってない。いや、ここからスネのスネの攻撃。ここでまたハグ。ここ超面白かった。もう一回来ると思ってないな。顔決めてますね。そうね、ノーリアクションというか決めに入ってる。決め顔だねこれね。ちょっと余裕がありますね。違うんだよ。終わったかなと見せかけたらスネ君。ちょっとまあそれしょうがないですかね、リアクションね。ノーリアクション柔道ハグ&バイオレンス、後攻日村、始め。嬉しいもんですね。これ嬉しいですね。ガンガン来るんです。蹴られた後のハグはよりよいいんですよね。あ、なるほど。なんかちょっと体勢が、うん、体勢正面向いてもらわないとね。ですね。完全に終わったのが起きましたね。ただの蹴りですね。やばやば、痛すぎる。やっぱりこの時は嬉しい。これすごい香りがいいですよ、うん、入れてるね。でこっからこれがもう半端なくてかった。もうマジで。でもだいぶ耐えてます。そうですね。すっごい痛いですから、ね、うん、でもこれすごい嬉しい。これは痛い目のハグがね、怖いです。もう今怖いです。怖いですね、こっからね。ちょっと体も斜めになっちゃってるんで。これもうめちゃくちゃ痛いですよ。いいの入りましたね。と思ったら。ああ、もうここしょうがないですか、リアクション。これはノーリアクション柔道ハグ&バイオレンス、勝者は。ドロップ。よし、よし。うんうん、まあ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 、これはね、そうか、うん、よっしゃ、リアクションしちゃいましたね。レイ、うっす、うっす、あの子に。レイ、うっす。すいません。いや、そう。